はい、おはようございます。今日ね、第2弾で北海道から本降りがエアビンで来てます。今日ね、本当はね、何件かちょっとエアビンが入ればもう年末にブリを冷凍したいんで納めてくれっていうお店があったんだけど、まあ1本しかなかったんでね、うちの売る分がなくなっちゃうんで今日はうちで使おうと思います。今日、明日、明後日と、これ木、金、土とね、行けると思うんで、今日はちょっと早いのかなと思うんだけど、とりあえず今から包丁を入れて、味質を確かめたいと思いますが、まあこれね、長年まあ見てるんだけど、もう超間違いないんですよ。もう身の張りから、で、全体に対して顔が小顔なんですよね、小顔。だからこれがなんかずんぐりむっくりロバのようにね、サラブレッドの小さい頭なくてロバのように大きい頭だとやっぱり身が痩せてる。じゃあ身が痩せてるとなると何があるかっていうと、虫がまだ抜けきってない、もしくはその魚体がそんだけパワーがなくて虫を排除できないとかね、いろんな状況を考えられるので、やっぱりそういう魚は入れちゃうためです。トイチに入ったトップゼリーのやつだから、いいですね。で、この鱗の張りがこういう状態なのは、これは、ね、油がある証拠なんですよ。こういう感じの鱗のこう、ちょっと剥げたり、ちょっと薄くなってるのは、今言ったように、剥げるんですよ。いい油が乗ってる魚っていうのは、指で剥げるぐらい。だから、これね、まあ、釣りなんですけど、こう、魚が触れ合ったり流通の間、もしくは箱に入れる間にこうスッとやった時にスッスッとこういうところとかね、パッパッと張り剥げるんですよね。ただそれが扱いがどういう状態なのかっていうのはもう箱を見れば分かるの でその瞬間にやってるからね、それは、できないところもあるので、あとその辺は自分でこう下ろしながら見極めて血抜きをもう一回するとか、まあいろいろとやりながら最高の状態に持っていきます。で、今が早速ね、さばいていきます。まあこれ10キロ以上あるんで、ブリってね、基本的に、7キロからブリっていうんですが、 6.9 だとワラサですね。天然物はワラサ。結局今北海道でいっぱい上がってるのは小さいやつがバンバン上がってて、結局ブリが上がってるって言ってるんだけど、それ本当にブリだろうか、ワラサなんですよね。はっきり言ってあれ、ブリないんですよ。結局その中で僕たちが使う本当1級10キロものってなってくると、結局プレミアで競り値が高くなっちゃう。だから結局ね、世間の報道と1級もの扱うところのお店ではずれちゃうんですよ。テレビではブリがいっぱい上がってる、でもあれはブリとは言いません。そんな感じですね。じゃあ今からさばいていきます。以上です。